本編中にもタイトルロゴを出すロボ、それがブレイバン。有機爆発版ブレイバン第6話の反応集&感想どうぞ。ついに X-Rayまであと少し。戦う準備はできたか。日本奪還がいよいよ始まる。もう文句言わなくなってる。イサミ、例のパイロットスーツの初陣だ。まさかの先行部隊のブレイバンよ。なんなら全部終わらせちゃいそう。頭だけ出して周囲の様子を伺うのやめろ、ブレイバン。その顔にょきってすんのやめろ。喋るのにはわざわざ首を出さないとダメなのか。ルルちゃんも乗りたがってる。ルルちゃん可愛い、ほっぺた触りたい。実際ルルは戦力になるんかな。ルルちゃん膨れ顔、さあどうなる。解放された感じ。初っ端からガチシリアスやね。ルルちゃん消えた。ルルちゃん密航してるやつ、王道パターンやな。まさかとは思うけど、ステルビアになったりしてないよね。いい感じにスミスともいい関係になってる。イサミよ、言葉の意味はわからないな。とにかくすごい自信だ。ブレイバーンがイラついてる。なんかガクンガクンしてると思ったら決めセリフタイミング測ってただけか。飛行形態に変形しててもロボットの顔は出せるのね。日本への砲撃を中止させるために一緒に民間人を見つけようってことか。東京都民人別してそうな感じだったのですが、バディーものにいい雰囲気に割って入るブレイバーン。なぜなら私がブレイバーンだからだ、キュピーン。勇者ロボらしいこと言いやがった、ブレイバーンのくせに。そしてこの顔である。いまだにオープニングのブレイバーンって笑う。なんかオープニングの SE 増えてない、気のせい。大事なことなので2回言いました。ブレイバーン、うるさいぞ。今日のブレイバーンはなんだか気合の入れ具合が違うぞ。オープニングの走るシーン来た。見事なロボット走り作画。イサミの動きとブレイバーンの動きがリンクしてるのめちゃいいな。このカットイン回はまさにロボットアニメ。こういう時はしっかりかっこいいんだよな。お、何気にブレイバーン以外で初の敵撃追加。毎回毎回のガチミリ描写。イサミ、今日はロボットバトル迫力あるぞ。ちゃんとしたロボットものの展開なのに違和感がひどいのはなぜ。皮肉垂れるくらいには慣れてきてるということだよ。イサミも敵のせいで生存者捜索どころじゃないな。今回はワンブレイバーンのアクション満載ですね。本土に残っていた自衛隊か。隊長の声を聞いてるとどうしても団長が頭をよぎる。佐竹隊長だけ服装他の方と違うの、なんだか面白く思えてきた。自衛隊の PS 部隊全滅してるので。これも生存者絶望的だろ。本当に生存者はいないのか。1週間ぐらいで誰もいなくなるのおかしいのでは。これは絶対大丈夫だよの呪文。ブレイバーンの大丈夫だの根拠がなさすぎる。やっぱりイサミ、勇者の資格あるよ。こんな状況でも生存者の心配を。思いのほかシリアス展開で何が起きてるんです。ルルちゃん、やっぱりいたな。ルルちゃん、ガキコ何やっとんねん。ずっとくっついていたのか。ルルちゃんケーキで可愛い。ルルちゃん、どうやって機体にくっついていたの。ルルちゃんが楽しそうで何よりです。生存者来た。生き残ってたやつらがいた。新キャラさんいっぱい。自衛隊の部隊生き残ってた。オープニングにちょっと出てる女の子たちか。なめんなよ、日本はロボット国家だってこと忘れてたのか。売っちゃった。何してんの。売っちゃうんだな。これが発砲は急に止まれない。スパロボだとミサイルをアムロかキラあたりが落とすんだろうな。なんか新しいモードが。なんか肩から F91 みたいなんでた。トランスフォーム。ブレイバーン絶対一回未来見てきてるよな。なんなんだ今回は。オープニングのインストか。このインスト版もブレイバーンのコクピットで流れているのだろうか。ミサイルをみんなブレイバーンが操ってるの。ミサイルの制御を奪えるのかよブレイバーン。ジャミング、誘導をジャックしたのか。ミサイルを全部ハックしたのか。スカマークが承認欲求強すぎ。ミサイルの識別表が全部ブレイバーンに変わるの、それはそれで脅威。ミサイルをハッキング、サイコフレームかな。ミサイルジャマとかそんなチャチなもんじゃ断じてなかった。ブレイバーン最初から撃たせるつもりだったんじゃ。
誘導ミサイルのハッキングはかなりチートシステムだな。スパロボならマック兵器化しそう。キモいだけのロボットではなかった。すげえ。何このかっこいいロボットアニメ。やっぱり勇者ロボだ。真面目にやればめちゃくちゃかっこいい男。ブレイバーン、おめえなんでもできんじゃねえか。現代兵器に一方的にマウントを取るなよ。最初からこの遠隔誘導技を作戦に組み込めよブレイバーン。 F91 と思ったらユニコーンガンダムみたい。このロボフォント構図を決めてるの隠さないのが怖い。ブレイバーンがまるで普通の正義のスーパーロボットみたいだ。ブレイバーンなのにシリアスアニメみたいだ。超シリアスに終わったと思ったらまだ後半あるのね。すげえ夢中で見てたけどまだアイキャッチ前だったわ。お前の望んだ朝日じゃねえかブレイバーン。まさに想像通りだな。朝日を背にしてないじゃん。この熱い展開でまだ半分だと。アイキャッチのあの件、本編に一生出てこない説。ほんと何でもありですわね。褒め言葉。在日米軍も生き残りいた。自衛隊だけじゃなくて在日米軍ちゃんと生存してんのね。米軍がちゃんと強いアニメ。やはり日本も相当な被害を。やっとロボアニメっぽくなってきた。ボッコボコだね。エグリマにやられたようなビル。ルルちゃん、力弱ってる。むくれてるルルちゃん可愛い。ルルちゃん、今日服レッツラばっかだけど可愛いな。デビルの塔かな。塔から無限は切って本当にほぼ地球防衛軍じゃねえか。これはストナーサンシャインぶち込みがいありそうですね。また会議に出てるブレイバーン。いつものうるさいブレイバーンだ。一気に話が進んでいくかと思ったら相変わらず邪魔するブレイバーン。ブレイバーン、ライディーンにも見える時があるんだよな。東京で生き残ってる人らからすれば未知の知らん存在だもんで、そりゃ隠れるよね。詳しく聞きたいとかやめとけ。イサミエののろけが出るだけやぞ。提督が諦めの境地に達しておられる。チャプター2、またお偉いさんが苦い顔することになるんやろな。チャプター2じゃねえんだよ。安定の気持ち悪さ。前半完璧にかっこよかったんだけどな。へえ、もうブレイバーンの勇み押しトークはコリゴリだよ。勇みの話になるとねっとり口調になるの生理的に無理。ルルちゃん、勇みにも懐いたね。ルルちゃんめちゃくちゃコミュニケーション取れるようになってる。本当女の子めちゃくちゃ可愛いな。スミス少尉はロリ属性のある女性に縁がありそうだな。またスミスが女の子と親しくなってる。ルイスにも敵が来てて笑う。伊沢しおりさん、ガンダム以来の2回目の人間の役。スミス手が早いな。まっこいつイケメンだからな。先週は男の今はだったから今週は女子のイカイカ。ルイスばっかりモテるのはなぜ。持ってくれ俺のメンタル。おいおい、やっぱりブレイバーンに乗っての連戦はきついのかいさみ。パイロットスーツなしで登場したら、イサミが戦闘後に裸になってしまうぞ。一般ロボはリアル路線でかっこいいな。もう乗ってるルルちゃん。スミスの相棒がルルっていう。ステルビア、なぜ生きとったんか。あれ、お前もう再生したんかステルビア。杉田、生きてたのか。今度の杉田の中身は何なんだ。ルルちゃんなしで動けるの。ルルの声に反応した。ステルビア、ルルではないのか。必殺、何を言ってるのかわからないパンチ。ブレイバーンすげえ。ステルビアが喋った。そんなことできるん。なんで方言なんだよ。ステルビア急に流暢に話し出したな。いい子の皆にも聞こえるようにした。すごい便利。ブレイバーン何でもありかよ。ブレイバーンが増えたようなもん。イサミ、ナイスツッコミだ。いつの間にパイロットスーツに着替えたんだろう。ブレイバーン、対話マジ大事の理念。杉田、意外と紳士な話し方するじゃん。イケボヤン、ミユさんの腐女子力爆発中。腐女子反応を示す可愛い女の子からしか得れない栄養素がある。まあ杉田さんですし、超イケボですよね。ブレイバーン、話の腰を折るな。食い気味やめろ、ブレイバーン。ロボット同士の血は喧嘩を見せられるとはな。ロボ相手でもこれやるのか。ブレイバーン、鈴村健一対杉田智和。言葉のドッジボールやないかい。ブレイバーン承認欲求えぐない。
タイトルで知っちゃったよ。後ろにタイトルロゴつけるな。ツッコミが追いつかない。それリアルに出してんのかい。後方にタイトルバッジで表示してんのかよ。そのうちバラの花でも背負うんじゃないかい。作品タイトルがちゃんと投影される暇があるなら戦えよブレイバーン。言語を翻訳できたり背景出したりと無駄にすごい機能が多いなのこのロボ。イサミ、今少し耐えろ。あれ、これ意外と仲間になるフラグか。こいつら面識なかったの。そして敵個体名は合ってるのか。確かに対話ができていることで相手から情報を引き出せてるが、ルルちゃんを返上しろと。やはりルルちゃんはスペルビア。イアデスドライブスと何かしら深いつながりがあるのか。ブレイバーン含めてめんどくさいやつらだな。もしかしてスミスとの三角関係が始まるのか。ルルは正式名称だったのか。ブレイバーンが適当ぶっこいてた説はこれで否定された。ルルはやはりスペルビアのパイロットというか生態ユニット的な存在だったか。ブレイバーン族はパイロットに対してクソデカ感情になる種族かなんかで。そして気になる展開からのいつものトンチキエンディング。分かりそうで分からないまま続く。話が大きく動き出したがエンディングはいつも通り。このエンディング、ミユちゃんが監修してる説。次回でデスドライブスの内情分かるのかな。まさかのお風呂園か。本編にない女湯エンドカード。いい。今回のエンドカード H すぎない。ヒロインが胸アピールしてても全く本編に関係ない感すごい。持ち直してきたな。面白かったわ。やっぱブレイバーンが気持ち悪くないとな。番組ロボもブレイバーン製だったんだな。下手したらこのアニメがブレイバーンの自伝オチなのでは。ブレイバーン前半で対話の大切さうんぬん語ってたくせにスペルビアと会話成立してなくて笑った。押して参らぬなんて言い方初めて聞いた。気づいたんだけどこれ絶対1クールで終わんねえだろ。1クールならもう折り返しだけど、ここに来てスペルビアを復活させて謎を増やしたり余裕があるな。押して参る押して参る。うるせえ。あとひょっとしてこいつらもエパワーで動いてんじゃねえだろうな。杉田はガガピーしかセリフがないと思っていた。普通に気持ち悪い会話できるのか。しかし再生ロボットとか相手にする余裕あるのか。敵ロボット全部倒せんだろ。突然ブレイバーンの語りから始まってダイジェストで敵幹部倒しても驚かんわ。それにしてもブレイバーンなしでよく今までしのげたな。日本はこっち側の兵器ほぼ通用しないのに。有機爆発版ブレイバーン第6話視聴させていただきました。4話5話と緩和9大みたいな話でしたが、ようやっと今回で日本上陸。めちゃくちゃロボバトルアニメしてて大満足でした。特に前半はマジでロボットバトルしてたよ。そんな中でもちゃんとブレイバーンのキモさも忘れない。イサミとの思い出はチャプターいくつまであるの。なんかシリアスになったと思ったら急にギャグになるから温度差が毎回エグいんすけどね。今回で言ったら普通に日本がボッコボコにやられてるんだけど、意外とのんきな感じがしてくる雰囲気は何なのか。イサミのイサミ足みたいな感じが本来の態度なんですけどね。今回でやっとオープニングに出ていたキャラが一通り出たのかな。なんかどっちもスミスに絡んでくるキャラっぽいですが。っていうか初登場回でいきなり大サービスな H エンドカードが出てくるとは思わなかったよ。直撃の相馬、天魔キネマではないの佐伯俊先生ですか。いやーやっぱりさすがのお肌けぶりですわ。そして謎が謎呼ぶスペルビア再登場。しっかりやられていたはずなのに普通に出てきましたが、それぞれが自我を持ってる別々の個体ってことなのか、それともまあ喋るんだろうなってのは思ってましたが、第一声が何しよんなって関西弁なのはわろた。ルルを返上しろって言ってましたが、やっぱりルルはスペルビアのパイロット。イサミのブレイバーン的な。てかこいつら別にパイロットいなくても普通に動いてバトルしてるじゃん。どういう生命体なんだ。ルルが荷物を持てないのも驚きました。普通に力があるって思ってたけど、俊敏力がすごいだけなのか。久しぶりの食い気味で話聞かないブレイバーンが見れて嬉しかったです。ついに自らタイトルロゴを背負って投影させるという、こいつ SNS とかでいいねがないと暴れそうなタイプだな。投影したタイトルロゴをよく見たら有機爆発もちゃんとついてるのもあろた。ということで有機爆発版ブレイバーン第6話の感想でございました。またまたかなり面白くなってきましたが、この展開を見てるとやっぱり1クールじゃ終わらない気がするが、
嫌でも残りの敵の機体とかもいきなりダイジェストで登場ってのもなきにしてもあらずだし、わからんね。以上、最後までご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。君と私との約束です。